鹿児島の台所魚類市場、朝から活気があります。こちらはブリ、今が旬の魚がずらりと並んでいますよ。郷土料理ブリ大根、もみがほろほろしていて、煮物にはやっぱりブリ合いますね。ふるさとの味ですね。ふるさと鹿児島、旬の魚ブリ、新鮮で美味しい鹿児島の魚についてお伝えします。鹿児島市の魚類市場の年間取扱量はおよそ2万トン。海に囲まれた南北600キロの県内全域で黒潮が豊かな海の幸を育みます。県内市場としては約16万トンの水揚げがありですね、県内外はもとより輸出なども行われております。主にはですね、台湾が多いですね、韓国とですね、ベトナムとかですね、そういうところにもありますね。県では魚食普及に向けて旬の魚を選定して PR しています。春はマダイやカツオなど、夏はキビナゴやウナギなど、秋はバショウカジキやカンパチなど、そして冬はヒラメ、あとクロダイ、あとブリ、ここら辺が今旬でありますね。はい、ヒラメは白身の高級魚、クロダイは刺身、焼き、煮付け、何の料理でも美味しい魚、ブリは栄養バランス抜群の魚。この日水揚げされた天然ブリ13キロ。天然ブリの方はさらっとした油で、また張りのある質感です。天然ブリとともに鹿児島では養殖が盛んです。吾妻町漁協のブリ王、海外へも進出。福山養殖の薩摩黒酢ブリ、餌に黒酢を使います。牛根漁協のブリ大将、鹿児島のブリ養殖の発祥の地。食べるとすごく甘みが出てきて弾力のある食感ですね。養殖ブリ水揚げ量は全国一、2万8500トン余りに上ります。天然と養殖、食べ比べてみました。ではまず天然ブリからいただきます。もう弾力があってさっぱりとした脂が最高に美味しいです。鮮度抜群。養殖ブリ、こちらはまったりとした油でちょっと濃い味がしますね。同じ魚とは思えないぐらいまた全然味わいが違って、どちらもそれぞれ美味しいです。鹿児島はお魚天国、皆さんも旬の魚を食卓に並べてください。